ヒールのフリードリヒ・ビルヘルム記念像、フリードリヒ・ビルヘルム・アドルフ・ギュンター2・メクレンブルクは、ドイツの諸公家門メクレンブルク家の一員で、ドイツ帝国の海軍軍人。メクレンブルク・シュベリーン大公フリードリヒ・フランツ2世と、その3番目の妻である、シュバルツ・ルード公女マリーの間の第2子、長男として生まれた。父にとっては6番目の息子である。 海軍軍人としての道を歩むことを期待され、ドレスデンのビツトゥム中東教育学校に通った後、1888年に海軍士官学校生となった。海軍将尉に任官した後、S-26 型ボートの魚雷艇の乗組員となった。このボートは1897年9月22日朝の嵐の際、クスハーフェン港で停泊中に転覆事故を起こし、 フリードリヒ・ビルヘルムは他の6人の乗組員たちと共に事故の犠牲者となった。同じ1897年4月に腹違いの長兄であるフリードリヒ・フランツ賛成大公が謎の死を遂げており、そのわずか半年後の事故だったこともあってフリードリヒ・ビルヘルムの創生は深く痛まれた。キールでは当時の海軍中トンチだったパウルス教会にメクレンブルク出身の彫刻家、 ルートビヒブルノーの手になるフリードリヒビルヘルムの記念碑が設置された。また、実家のメクレンブルクでも、1899年に、シュベリンコのあぜにあるレピン城市の中に、迷子石を掘って作られたフリードリヒビルヘルムの記念碑が置かれた。1907年、公共団体がレピン城市を整備して、城石公園を完成させたとき、この公園には、 ある未完の生涯に捧げられた未完の城塞という標語が掲げられた。ウィキメディアコモンズにはフリードリヒビル・ヘルムツー・メクレンブルクに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。